将軍の息子として育った主人公が祖国の圧政に抗う幻想水滸伝。そしてその3年後、大きな運命に翻弄される2人の少年を描く幻想水滸伝2。2つのタイトルが HD リマスターとして蘇る。共に戦う仲間は最大108人。プレイヤーは様々なキャラクターと関わり、本拠地を発展させ勢力を拡大しながら戦乱の物語に身を投じていく。今作では新たに倍速でのバトルの追加やお任せバトルのショートカットコマンドの導入などサポート機能を改善。過酷な宿命に抗い仲間と共に運命を切り開け。幻想水滸伝 1&2HD リマスター。門の紋章戦争デュナン統一戦争は2025年3月6日発売。